サイヤ人来襲に備え、ピッコロは孫悟空の息子ゴハンとの修行の日々を過ごす。そして1年後、孫悟空の到達を待たずして、ついにサイヤ人たちが地球にやってきたのだ。 地球の戦士たちも仲間と共に迎え撃つのだが<笑>こいつらのお手並み拝見といった。ナッパ、栽培マンを出して。遊びが好きだな、ベジータマン。何？ サイヤ人来襲。貴様ら、何の目的でこの地球に来やがった。お前はナメック星人。そうか、ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろう。そいつが一番の目的だ。俺たちによこすんだな。栽培マンはまだまだいるんだぜ。 あんな雑魚どもが相手になると思ってるのか。一気に片付けてやる。<笑><笑> ふん、ご主人様。
Thank you.
どんな願いでも叶うドラゴンボール。そいつを奪い、永遠の命を手に入れている。何？地球人め、俺の邪魔をしようというのか？貴様らごとき、ナッパで十分だぜ。でも足も出ない。何？ナッパがやられた。乗れカカロット、救世主の分際でよくもナッパを。サイヤ人の王子ベジータ。ナッパはいいやつだった。許さんぞカカロット。避けるな。おめえたちだってオラの仲間を殺しただろう。バカ野郎、お前の話は聞いていない。エリートの力見せてやる。前にもナッパの受けた痛み思い知らせてやる。行くぞハゲ頭。カカロットのガキか。ちょうどいいところに来たな。これでサイヤ人は俺とお前の二人きり。どうだ、ナッパの代わりをやらないか。避けるな。誰がお前なんかと。そうか、残念だ。まだ死ねえ。
バカめ、気づかれないとでも思っているのか。しかしそのしたたかさが気に入った。どうだ、俺の仲間にならないか。ふざけとったらかんわ。おみゃなんかといたらすぐ死んでまうわ。あのサイヤ人みてやにな。あのサイヤ人のようにラッパのことか。ラッパのことか。なんとか地球から逃げ延びたベジータは惑星フリーザに到着し、体力を回復させ、ナメック星に向かおうとしていた。フリーザ様はどこに行かれたんだ。お前が発見したドラゴンボールを探しにナメック星に向かわれたぞ。くそー、あの野郎。そうはさせん。あれは俺のもんだ。ほうほほほほ、素直に渡せばいいものを。死ねー、やめろー。バカ野郎、逃げるんだ、早く。このボールは命がけで守ります。しかしベジータはフリーザのボールを奪い、残りのボールを持ったクリリンを発見する。何から何までこの俺に運が向いてきやがったぞ。ベジータ、ボートを見つけたぞ。果たしてベジータは全てのドラゴンボールを手に入れることができるのであろうか。ベジータ快進撃。ずいぶん舐めた真似をしてくれたな、ベジータ。そっちのドラゴンボールを持っているチビにも見覚えがある。そうか、貴様らつるんでいたのか。まさか。しかしそんなことはどうでもいい。貴様を半殺しにしてボールの場所を喋ってもらうぞ。やってみろよ。バカなやつめ。油断したな。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力を高めることができる。いくら貴様が戦闘力を上げたとしても、変身した私に勝てるわけがない。サイヤ人は戦闘種族だ、なめるなよ。待っていましたい。
行こう。ボート。ジース。グルド。ギニュー。では、邪魔者の始末、お願いしましたよ。義乳特戦隊、もう吹き上がったか。さあ、ベジータちゃん、たっぷりと可愛がってあげるからね。義乳特戦隊、行こう。ここまでで、さあそろそろ、始めようぜ。お命ちょうだい。窮地に追い込まれたベジータたちを救ったのは孫悟空であった。なんとかギニュー特戦隊を倒すことはできたのだが、地球人たちに出し抜かれ、ドラゴンボールによって3つのうち2つの願いが叶えられてしまう。わかった、願いを叶えてやろう。ここがふるさとか。しかし最長老の寿命が尽き、ベジータの願いが叶わぬままドラゴンボールは石に変わってしまった。そしてとうとうあのフリーザが。スーパーサイヤ人への道。初めてですよ。ここまで私をコケにしたおバカさんたちも、まさかこんな結果になろうとは思いませんでした。絶対に許さんぞ、ミスケラども。ふわちゃんとなぶり殺しにしてくれる。やってみやがれ。この俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつ。よくそんな大ボラが吹けますね。時間に触る野郎だ。かっ
なるほど、まんざらでたらめばかりではなさそうですね。いいでしょう。変身した私の力を見せてあげましょう。よーく見ておきなさい。めったに見られるものではありませんからね。圧倒的な強さのフリーザにナメック星人ネイルとの同化を果たしたピッコロが立ち向かう。待たせた。しかしフリーザはさらなる変身を遂げてしまう。フリーザでも何でも来やがれ。俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。フリーザかベジータか。究極のパワーというものを見せてあげましょう。貴様らは邪魔だ。引っ込んでよく見ておくんだな。大した自信がね、ベジータ。それとも頭がおかしくなったのかな。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず冗談きついね。出番はないぜ。見えてるぞ。ちょっと本気を出したらついてくれないようだね。それでもスーパーサイヤ人なのかな。
俺にはこれが限界だというのか。俺はスーパーサイヤ人だ。汚れクリエイター。真の恐怖と決定的な挫折にベジータはすでに戦意を失っている。ちょっと早いけどとどめを刺しちゃおうか。まだゴミが残っていたのか。バカだね。おとなしく震えてりゃよかったのに。まさか。フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様が最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。知ってたはずだろ、僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。ベジータはもうほとんど身動きせえできねえような状態だったんだ。わざわざとどめを刺すことはねえだろう。バカ野郎、非常になれ。そうすれば貴様はきっとなれるはずだ。スーパーサイヤ人に。よく聞けカカロット、惑星ベジータが消えたのはフリーザが攻撃しやがったんだ。あいつの命令通りに働いていたってのに、俺たち以外は全員殺された。やつがスーパーサイヤ人が現れるのを恐れたからだ。ただのフリーザを倒してくれ。頼む。サイヤ人って。私の名前はフリーザ。不老不死を手に入れ、この宇宙を支配して差し上げましょう。何？ベジータが裏切った。しかも地球人まで私の邪魔を。いいでしょう、ギニュー特戦隊に掃除してもらいましょう。その間に私はドラゴンボールを。何？いつの間にか出し抜かれた。貴様ら絶対に許さん。真の恐怖を見せてやる。怒るフリーザ様。やってくれましたね。よく私の不老不死の夢を見事に打ち砕いてくれました。許さん。許さんぞ虫けらども。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。まずはそこのティビからだ。
様らに殺された者の怒りを思い知れ。あとはベジータ、貴様だけだな。本気を出してみやがれ、フリーザ。まだこんなもんじゃないだろう。いいだろう。究極のパワーというものを見せてやる。恐ろしい究極のパワーというものを見せてあげましょう。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず冗談が普通ね。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。真の支配者。これでゴミ掃除は終わった。フリーザー、ムサメ、この欲望は一応スーパーサイヤ人。いいだろう。誰が宇宙一か教えてやる。
スーパーサイヤ人ベジータ。これまでの動きを見ていて分かった。貴様ら噂ほどとんでもない弾じゃなさそうだ。肝心な部分を聞き逃している。ベジータ、貴様の格闘技はすでに知り尽くしている。計算だけで分かるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、そんなバカな、なんであいつがスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願って、そして凄まじい復讐を繰り返し、ある時俺は自分の限界に気づいた。自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな、たわごとはそれぐらいにしておくんだな。所詮はわしたち人造人間の敵ではない。ベジータのビッグバンアタックだ。しかしドクターゲロは新たな人造人間を目覚めさせる。行っちまったぞ。こいつはどこ。この俺がここにいるというのに無視しやがった。ざけやがって。貴様らこれからどこへ行くつもりだ。孫悟空のところよ、殺しにね。だが行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうから。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。半端な奴ほどそのプライドのせいで早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。さっさとかかってこい。いいわ、私がやる。やりっくほー。だ
ケロッとしてやがる。なんだ、大したことないね。なんだと？後悔することになるかもしれんぞ。しかしその間に最強の肉体完全体を目指すセルがさらなる進化を止めてしまう。カカロット、貴様がこれから入っても無駄になる。うまくいったんだな、ベジータ。さあ、ベジータに自信あり。貴様がセルか、降りろ。セル、お前を粉々に砕いてやるぞ。私を？貴様がか？そうだ、よく見るがいい。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。その程度ではな。ぶっ殺すのがバカバカしくなってきたぜ。ぬおー、ちくしょう。完全体に、完全体になれさえすれば。おお、
ならば完全体とやらになるがいい。楽しみにしているぞ、セル。見つけた。そこにいたか。18号太陽剣。セルの完全体完成。思った通り、完全体になっても大したことはなさそうだな。こいつは失礼した。では君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。いいだろう、ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。だからウォーミングアップだと言ったではないか。ふざけるな。どうしたのだ、さっきまでの勢いを。笑えよベジータ。私は未来からやってきた人造人間セル。17号18号を吸収して完全体となり、圧倒的な力をこの手に。見慣れんやつがいるようだが、私の邪魔はさせんぞ。喜べ兄弟、私の体の一部となることでどんな力にも勝るパーフェクトな超人が誕生することになるのだ。目指せ完全体。さあ、おとなしく吸収されるのだ17号。誰が貴様なんぞに。そうはさせんぞセル。16号。私の邪魔をする奴は誰だろうと勇者はせんぞ。
さあ、これで邪魔者はいなくなったぞ。では、そろそろ吸収させてもらうぞ。離せ！離せ！今度はお前の番だ、18号。共に完全体を作り上げようではないか。誰があんたなんかと。待てい！18号は俺が守る！諦めるんだな、18号。気が大幅にダウンした。ヤムちゃん、出るなら今だ。恐るべき刺客。ここは俺一人にやらせてくれ。お前、いつになく強気だな。まあな。おのれ、ヤムシャごときに舐められてたまるか。久々に見せてやるぜ、伝説の黄河夫婦剣。神はめよ！
たかがヤムチャごときが生意気にとどめな。待て、な、何？新機構法！はっ！うわぁ！やはり10日後というのは長すぎたな。